小達は、新潟県中区引郡中川村出身のクロスカントリースキー選手、指導者。1942年に日本相打日本技工場に入社。戦後クロスカントリースキーをはじめ、1952年の国民体育大会クロスカントリースキー青年男子 10km で優勝、30km で2位となる。1954年の 第32回全日本スキー選手権、大会クロスカントリースキーでは、個人耐久で優勝。翌1955年の同大会個人長距離では、隅正後についで2位だったが、同年の国体の青年男子 15km では、角を抑えて優勝する。1956年コルチナ・ダンペッツオリンピックの代表選考委員会では、委員の間で宮尾と角のどちらを選ぶかで一見が、 別れたが、最終的には長距離、耐久の両方に、実績のある宮尾が代表に選出された。同オリンピックでは、クロスカントリースキーの個人競技すべてにエントリーし、1 5トルでは48位、3 0トルでは28位、5 0トルでは25位の成績を残した。その後も、1964年の国体総年の部で優勝するなど、 息の長い活躍を続け、引退後は全日本スキー連盟理事、新潟県スキー連盟副会長などを歴任した。2015年2月24日、心不全のため、上越市内の病院で死去した。87歳。ありがとうございます。